とは絶対思わないこと嫌だよね。ロードスターとランボルギーニが並んでるってはい、こんにちは、あわねこです。今日なんですけど、なんと久々に友達のドラハルとツーリングしに行きたいと思います。最近も友達と遊ぶ機会がまるでなくて、もうぼっち系 YouTuber になりそうな勢いなんですけど、今日は久々の友達会ということで、過去にも動画に出ていただいた友達の野田春と2台でツーリングしたいと思います。で、今日は野田春の息子くんも含めて3人で千葉県の成田市にある成田夢牧場の方まで向かっていきたいんですけど、今日ちょっと天気が悪いんですよね。残念ながらすごい雨で、本当であれば2台でオープンにしてツーリングしたいなと思ってエゴスパイダーくん出動させてるんですけど、残念ながらちょっと今日オープンにするタイミングがなさそうまあでも本当に久々の友達とのドライブなんで、今日は楽しんでいけたらいいかなと思います。仕事を忘れて楽しむ時間、やっぱ大事よね。はい、ということで、それでは今日もご安全に行ってきます。いやでも本当、友達と遊ぶのなんて何ヶ月ぶり。いや、なんかたまにご飯とかは行ったりするんだけど、なんかもう私が忙しすぎて、なんか友達と会う時間がほぼほぼないんですよ。なんかもう完全に空いてる時間があれば全部仕事を詰め込んじゃうおかげで、なかなか友達と会う機会がなかったんですけど、今日は野田春がたまたま東京方面に来るということだったんで、せっかくならそれは会いたいよねっていうね。で、この辺りで集合しようと思って集合場所を決めていたんだけど、野田春どれだ？あ、私赤色だよ多分 見れば分かると思う。そう、ちょっと奥の方にいます。今日何の車で来るとか事前に野田春に何の情報も渡してなかったんでね、赤色の車とだけ伝えたんだけど、でも多分見ればね、分かると思うんだけどな。さすがにこんな真っ赤な車を雨の日に出してる人はなかなかいないと思う。ごめんごめん、お待たせかっこいいこれあれだよね、ランボルギーニの、あ、そうそうそう、あのなんちゃらかんちゃらってなんちゃらかんちゃら雨だね。え、それモルカー？これね、モルカーのね、先祖。あ、先祖？そうそうそう。ということで、こっからツーリングで行ってきます。雨やばだよね。ねえ、こんなザーザー降りになると思わなかった。わお、すごい、すごい音だね。ちょっとうるさいんだよね、指導音が。あれ、今日成田行ってその後どこ行くんだっけ？今日ね、宇都宮に行くの。あ、宇都宮でホテル泊まるんだ。大変だね。そうそうそう、バイクのさ、ホテルが乗ってるダブル800のなんか、うん、お先祖様みたいなね、目黒っていう、古いバイクがあるんだけど、この目黒ってバイクが今年で100周年で、すごい、100年もあんだ、うん、イベントがね、宇都宮よりもうちょっと東の方かな、であってさ、うんうん、それに行きたくて。おー、なるほどね。それが最終目的地、その後はもう帰るだけ。で、その次の日群馬寄って、うん、月曜日は家に行って帰る。おー、大移動だね。あ、ほんと、僕めっちゃめちゃいいね、やっぱり後ろにいるのに聞こえる。あ、ほんとでもこれ一番静かなモードなんだよね。それで？そう、うるさいとね、これかな、こんな感じ。うるさいよ。めっちゃ煽る人みたいになっちゃった。いや、本当ね、天気良かったらな、オープンにして一緒に走ろうと思ったんだけどね。そうでさ、うん、あの、リフレッシュと思って、うん、ね、いろいろ仕事も変えようかなと思ってさ。え、あ、そうなの？転職するの？え、何の仕事するの？で、何の仕事しようかなと思った時に、うんうん、簿記の勉強しようと思って。あ、簿記？あ、そうなの？ボケにいるところ。あ、そうなんだ。2ヶ月ぐらい勉強してた、3級買って。おお、うんうん、いいじゃん。そうなんだ、ボケなら任せてボケなら1級持ってるよそうそう、でさ、2級今勉強始めて、うんうん、ちょっと
と一挙まで行けるなら、うん、ちょっと頑張ってみようかなと思って。いいじゃん、すごいね、ちゃんと勉強してるんだ。ちょっと勉強して思ったけどさ、うん、一挙全部勉強しててさ、こんな覚えることあるのって思って一級はもっと難しくなって、そのもっともっと上でしょ。どんだけ頑張ったんだ。いやでも2級なんか難しくなっちゃったけどね。昔はもうちょっと簡単だったんだよ。あ、そうなんだ。うん、そうなの。ちょっと変わっちゃってさ。そうだよね。あれ、ロードスター今何万キロ走ってんの？23万キロ。 23? すごいね。よく走るわ。元気だな。何？まあ、リセットじゃないけど、23万キロだけど。あ、そういうこと？メーターリセットされてんの？ミッション電話バラして新しくというか綺麗にしたから。そっか、オーバーホールされてるからか。なるほどね。まだまだ何十万キロ。おー、友達とは絶対思わないこと。いやだよ、ロードスターとランボルギーニが並んでるってなんかちょっと煽られてんのかなってそうだね、ロードスターめっちゃ煽られてるみたいな毎回東京には戻っては来てるんだけどさ、結構移動距離がもうすごくて結局仕事が東京であったりするから戻んないといけないって。この前フェラーリで岡山県まで走ったんだけど、ちょっとしんどかったね。一日で走ったけど腰がやられた、完全に。ダメな距離でしょ。今日よね、私もさ、最初の時にさ、うん、電気じゃ酔ってさ。あ、やっぱり、そうだよね、フェリーって酔うよね。そうだよね。いいからさ、酔わないかと思ってて。うん、そうだよね。そんなに言うほど揺れないかなっていうか、なんかちっちゃい船の方がさ、めちゃめちゃ揺らされるから、そっちの方がしんどいのかなって思ったら、意外とそうでもないっていう。いやでもさ、なんか私車で日本一周してるからまだいいけどさ、野田春バイクで日本一周してたじゃん。荷物やばくない？いや、だよ。どうやって運んでんのって感じ。車の方はやっぱり楽だなって。そう、絶対楽だよ。雨とかも大変じゃん。だからさ、寒いし暑い。あ、そうだよね。いや、よくやったよ、本当にさあ、間もなく成田夢牧場到着です。雨が全然止まなかったな、結局。あ、やばい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 よめっちゃ水しぶき上げるやんなんとか到着でございます。だめっちゃ気が悪い。大丈夫いける多分ね、大丈夫だとは思うけど。どうしたの？拗ねちゃったの、雨が嫌で、ね、岡山で買ってきたのよ、デニムリラックマ。へえー、そんなのあるんだ。そう、嬉しい。なんかちょっと全然違うのもいろいろ入ってるけど。 あ、かわいい顔じゃんめっちゃ怒ってめっちゃ怒ってるよね。かわいいじゃん。そう、よかったら使って。岡山リラックマだもんね。ありがとう、使う。すごい、夢僕135周年。はい、ありがとうございます。ちょっとちょっと、ああ傘が逆さまになってるもぞ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 。ねえ、なんかみんなまんまるちゃんだね。ね、なりきりモルカのお披露目会開催いたします。あー、来た。主役が通りました。来た来た来た、いっぱい来た。ユムに入ってる。あー、すごいモルカになったよ。かわいい。モルモットも労働して偉いな、働いてるよ。モルモットゾーン大盛況。愛知の愛知牧場とかもさ、愛知牧場ってあったっけ？行かなくない？うん、愛知の割とすぐなところ。そんなんあったっけ？牧歌の里は行くじゃん。行かない？牧歌の里は行く。うん、え、すごいこれ綺麗だね。そうそうそう。4K。ちょっと明るく見える。すごい。めっちゃおやつに期待してる。あ、危ない危ない危ない。待ってるよ。おやつ欲しいって。あ、おやつおやつ。あ、めっちゃ、あ、やばいやばい。出てきちゃう。あ、そうそうそう。あ、いいね。
あ、気づいてない。気づいてない。あ、ちょっと待って。落ちちゃうって。落ちちゃうって。ふみちゃん落ちちゃうって。おやつ大好きだね。もうちょっとさ。ほら、こんにちは。まあまあ。じゃん、モルカーコラボの牧場バーガーとポテトとコーラとヨーグルトいただきます。あダメよ。ああ危険危険、うん、でも日本回るのはさ一人で行くの？カメラマンの同行はない？あ、そう、全部一人ね。でもいいな、四国。四国行きたいんだよね。うどんを食べたい。うん。香川のね。香川のうどん美味しいよね。うんうん、九州もまだ。九州もでもフェリー乗せなしんどいもんね。そうなの。うん、でも一回九州行ったらできるだけ全部回りたいからなと思って。うん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 、あれ今5台持ってる？車。でも今5台だね。駐車場がちょっと大変。うん、あんまり動かさんとバッテリー壊すね。そうそうそう、バッテリー上げないようにが一番大変かな。三脚がおもちゃになりました。ウサフワタイム、ふれあいゾーンに来ました。あ、かわいい。あ、ここいっぱいいる。ねえ、フクロウのメンちゃんだって。わー、メンちゃん、お、こっち見てくれた。かわいい。うさぎ小屋の管理人さんらしいです。お土産屋さん、すごい、卵ボールに全部イラスト書いてある。おー、凝ってるね。牛柄 T シャツ結構かわいいぞ。買おうかな。めっちゃ開けるやん。隣に止めました。めっちゃ開けるやん。ケイちゃんがもしボンって上げてさ、カツンってなった時の恐怖を考えると、これぐらいが精一杯。すごっ。今度、うん、一人で来た時に乗せて。ああ、もちろんもちろん。でもちょっとうるさいかも。うん、うるさいだろうな。でもサイズ感的にはそんなに、幅が広いだけで長さはあんまないからさ。え、でも何でも見えなくない後ろ。あ、後ろはね、マジで見えない。そう、視界は超悪い。ちょっと今度オープンツーリングだね。そうだね、ちょっと今日は雨だったから残念だったけど、ね、名古屋来るのレクサスか WRX だよね。いや、多分これ。あ、これで行く。そう、名古屋これで行こうかなと。なんかもし空いてたら連絡して。あ、そうだね、オープンツーリングしたいよね。ね、ちょっと晴れてたらだけど。そうそう。じゃあ猫ちゃんにバイバイして。バイバイ。抱っこしてくれてありがとう。バイバイ、またね。またねって。お利口にするんだよ。でもすごい眠そう。うん、多分ね、秒で寝る。あ、ね、じゃあ、安全運転で気をつけて。安全運転してます。じゃあまた。うん、いや、でも本当すごい雨だな。でもいろんなアクティビティできたかな。やっぱリトラかわいい。バイバイ、気をつけてね。野田晴れでした。はい、ということで久々の友達のドラハルとツーリングでしたが、雨がすごかった。行きの時間も雨すごかったし、牧場に着いてからちょっと止んだと思ったんだけど、帰ろうとしたタイミングに一気にザーって降ってきちゃって、本当はね、もう少し車の前でお話とかできたらよかったんだけど、ちょっとまたそれは次の次回に撮っておこうかなと思います。そう、先ほどもちょっとお話に出てた通り、なんとこの11月9日土曜日、スーパーオートバックスルート22北名古屋店にて、私あまねこの来店イベントを開催ということで、東海地方近隣の方は遊びに来ていただけたら嬉しいなっていうのと、もしかしたら野田春だったり私の友達なんかも来るかもみたいな話をしてたんで、ちょっと私が友達そんなに多くないからどうなるかよくわかんないんですけど、まあでも地元近くでいる
ントすることってそもそもなかったんで、ついでに友達と会ったり、ちょっと息抜きじゃないですけど動画を忘れる時間を作れるようにできたらいいかなとも思ったりしてるんですよね。いや最近ほんと友達と遊ぶ機会がまるでなかったんで、なんか久々にリフレッシュできたかなと思うし、ああして野田春のようにシングルマザーで頑張ってる子たちの姿を見ると、ちょっとまだ私も独り身だからこそできることたくさんあると思うし、ああやって人生の先のステージ進んだとしても日々勉強していくことの大切さっていうことを改めて感じましたかね。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。